琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。ところで神崎さん、はい、マンドラゴラって聞いたことあります？とね、なんか大根みたいなやつです。そうそう、大根じゃないですけど。大根じゃないですか。なんかああいう、顔のある植物的なやつです。そう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 。最近ではね、ハリーポッターに出てきますね。ああ、はいはいはい。ヨーロッパでよく言う、その魔法植物なんですけど、まあ、これどんなものかというと、まあ、大根みたいに。なんかイメージが、そのイメージがすごいあるんですけど。地上は、だからこう、草が、葉っぱがこうね、はいはい、大根みたいになって、うん、で、その下は、まあ、赤ん坊もしくは、人間の体の形と同じ形をしてると。お、最近よくその大根とか人参が、手足のある人間みたいにこう、むにむにってこう、ああ、はい、ありますね。はいはいはい。出荷される、なれない、しゃれないか。うん。あるじゃないですか。はい。あれが生きてる。あれが生きてる。ですね。うん。で、別名マンドレイクとも言うんですけど、この無理やり引っこ抜こうとすると悲鳴を上げると。おー。で、その悲鳴を聞いた人は発狂してしまう。発狂しちゃうんだ。ハリーポッターでこれを扱う人はこう、耳栓かヘッドホンしてたはず。おー、なるほどね。はい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 。で、これね、面白いなと思ったのは、ほっといたら、勝手に成長して、よっこいしょって言って自分から、畑から抜け出して、で、なんかいろんなところに行ってしまうらしいんです、勝手に。で、時として人を襲うので、まあ、危険であると、言われてるんですけど。これなんで人を襲うんですか、こっちは。だから、まあ、成長する、したら、まあ、一人前のこの魔法のものになるから、これは何に生き物植物な、まあ、植物の形はしているけども、うん、どっちかというと妖怪でしょうね。妖怪の。うん、で、このね、マンドラゴラは、うん、不老不死の薬になったりとか、あ、そうですね、万病に効くと、へー。なんか昔、読んだ本の中で、うん、マンドラゴラの根を一かけらと、うん、はいはいはい、コプト人のミイラのかけらを一かけらっていうのがあって、どうやって集めんねんと思って。これどちらもよく出てくるんですよ、魔法の本に。この一かけらってことは切られるんですよね。まあ、かけらでしょうね、このね。そう、その時に悲鳴はあげないですか。もうその時は死んでんじゃないですか。あ、抜かれたら終わり？うん。で、これね、収穫する方法があるんですよ。はいはいはい。普通に収穫すると死んでしまうから、人間が。はいはい、はい。引っこ抜くとね、うんうんうん。どうするかというと、うん、貝の手名付けておいて、うん、ロープの一方をマンドラゴラの茎に、うん、で、片方を犬に首輪にこう結びつけとくんですよ。あ、なるほど。で、少し遠く離れたところから、はい、耳栓をしながら犬を呼ぶんですね。うん、すると犬がこっちに来るから、ロープが引っ張られるでしょ、はいはい、うん、で、マンドラゴラが抜けますと。あ、なるほど。そしたら、犬は死ぬけど、マンドラゴラは手に入るという。いや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 。恐ろしい方法で、ね、取るらしいです。もう動物愛護協会が絶対許さないですよ。まあね。で、まあこのマンドラゴラは重宝されたみたいで、うん、錬金術の金を作るための原料とかね。これもう重宝されたって実際あったっていう設定がそのまま進んでいくんですね。まあ、そのままですね、ありましたと。使われてましたと。いう感じなんですけど。で、魔法に使ったりね。煎じて飲むと、不老不死になるとか。で、まあ、非常に珍しいから、ほとんど市場に出回らなかったらしいですけども。まあ、そうでしょうね。まあ、すごい効果だったと。やばい。こんなんでも気づかずに引っこ抜いたら偉いことですよ。もう死にます、ね。わかんないですよ、こんなの。この、大根、それこそ大根の、そうそう、暗いもんにならへんからね。もう、近所行ったら全滅ですよ。全滅ですよ。で、このね、マンドラガラはどうやって生まれてきたかっていうのは、うん、まあ、死刑に処された人間の、最後の体液が、地面に落ちて、うん、はいはい、そこから生まれてきたという、全くもっと恐ろしい植物なんですよ。すごいですね。ダークが、誰が考えたか、ね、実際そうなのかよくわからないですけど。まあ、これだけ詳しいこと残ってるっていうのは何かあったのかもしれませんけどね。まあでもね、でも、畑で首切らないから巻いたってことですか、それ。まあ、そうですかね。
まあ、朝鮮人参がこの元になってるっていう話もあるし。ああ、確かに朝鮮人参人型ですよ、あれ。そうそう。形がね。まあ、畑でマンドラゴラを見つけても、容易に抜かないようにしてください。うん、決して犬も使わないでください。はい。はい。今夜の相手は神崎秀俊と小原武史でした。こう、面白いですね。じゃあもう抜いた時点で一応そこで死んじゃうんだ。うんそうみたいですよ。で、抜かずに残ってると、自分でこう、出てきて動くて。トコ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 ね。ああ、なるほどね。まあちょっと想像したら可愛いですけど、ね。可愛いですけどね。おー。昔はその、中国とかでは、うん、これは朝鮮人参のことなんですね。あ、でも、まあでも基本そうでしょ。さっき言ったその、やっぱ人型した大根じゃないけど、人参とかなんとかがベースなんでしょうね、多分、ね。おそらくね。まあでも朝鮮人参とかありそうですね、確かに。なんかそんな形してるじゃないですか。ああ。シワシワでね。で確かにそうなんだ。不老不死的じゃない、うん、朝鮮人参なんですよね。そう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 。能力ありそうなんですけどね。で、沖縄にね、うん、食物で、黒人参ってあるの知ってます、うん、これ知らないです。あるんですよ。真っ黒い人参があるんですけど。あ、そう。へぇ見た目が、ちょっと乾いたミイラみたい。うん、本当に真っ黒の。こう根が生えて。あれが、手足がある状態で出てきたら、マンドラゴラって言ってもあんまりわからない。ミイラ版。そう。ミイラ版マンゴー。マンドレイク。マンドレイクの方が言いやすいね。マンドレイク。マンドレイクね。で、これまあ、さっき本放送では、ちょっとぼかして言いましたけど、本当はね、マンドラゴラ、どうやってできたかって言ったら、死刑にされるじゃないですか。生きられたり。はいはいはい。その瞬間、人間は、射精をするんですって。ほんまかどうか分かりません。はいはいはい。一切でね。はいはいはい。で、その射精した種が、地面に落ちるじゃないですか。はいはいはい。そっから生まれてる。ああ、じゃあ巻くわけじゃないんだ。それを食べてこう。そうそう、そこは死じゃなくて。あ、じゃあもう、じゃあ、首切り場にしかいないってことですか、じゃあ。おそらくね。ああ。まあ、そういう恐ろしい羊があるんですけど、これ実は、なんか、聖書に基づいてるらしいんですよ。ええ、そうなんですよ。ちょっとね、汚い話になっちゃいますけど、うんうんうん、キリスト教の厳しい宗派では、はいはい、そのマスターベーションとか、まあ、いわゆるオナニーってやつは、禁止なんですよ。あ、はいはい、あ、でしょ、ね、なんで禁止かっていうね、僕、はちょっと豆知識ですけど、聖書で、オナンっていう人がいるんです。はいはい。その人が、子供を作りたくなかったから、女性といたした後に、外に出して地面の上に出すんですよね。すると、オナンは呪われて死んでしまうという。そういう逸話が元になってて、そういうことをする人を、まあ、オナニーとかね、いう言葉の語源なんですよ。実は。だから、もう本当に死刑囚が首切られて、出した精子がね、地面に落ちるってことはもう、これ呪いですよね。完全。なるほどね。まあ、そっから来てるんだ。そう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 。聖書から来てるんだね。じゃあ、それはもう呪いですよね。うん。まあ、こういうのも出てくるのかなと。あ、う、あ、ん、すごい。そっからやっぱりその、マンドレイクの発想がいったんですかね。うん。こういう植物が生えるぞ、みたいな。そう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 。それがそういう形になって、みたいな。うん。いやなんか、昔のその魔女の話とか読んでても、うん、魔女が、こう、焼き殺される魔女狩りでね。はいはいはい。結構すごい、数の魔女が殺されたんですけど、はいはいはい、まあ、うんうん、ほとんどは人違いとか、まあ、でしょう、ね。偏見で殺されたと思うんですけど。絶対あんな密告とかありますよ、絶対。あいつやってまえ、みたいなね。本当実際に火炙りにしたんですよ。何万人っていう女性を、ね。すごいですね。で、火炙りにした後、そこから黒いバラが生えたと。おー。で、そのバラは猛毒であったみたいなね。なんかまあ、一種の迷信ですけど、いやまあそれは猛毒ですよ、そんな死に方させられたら ね、まあ、ね、なんか恨みが詰まってそうじゃないですか、はいはいはい、これもだから死刑囚のね無念さとかあるんでしょうね、うん、そういうのが歩く大根になってこう出てくるんでしょうね。これ絶対抜いて発狂っていうのは、ね、やっぱり抜かさないように してんでしょうね。抜くとそうでもないよっていうのが、まあね、そうですねバレるとあれなんかもしれないですけどね。ね、なんかこれを聞いてて思ったのが、うん、僕らの時代って、トリカブト殺人事件っていうのがあったんですよ。あったっすね、トリカブト。
身近にこう生えてる植物の、葉っぱかな根かな、ちょっと忘れましたけど、とにかく猛毒があって、それでこの保険金目当てで殺人をしてた人が捕まったんですよね。で、そんなのがもう身近にあるんだっていうね、猛毒の植物が。僕は子供心にすごいショックやったんですけど、ただね、二十歳ぐらいの時に沖縄来て、今から24年ぐらい前ですけど、知り合いがキャンプしたんですよ。で、その次の日に入院したんですね。で、話をよく聞いてみると、枝を、まあ、キャンプしたら燃やすじゃないですか。で、名護のどっかで、滝の方でキャンプして、枝を取って燃やしてたら、その枝が、毒のある木の枝やったんですよ。で、その香りを浴びて、それで中毒になって。中毒になって。あらら。だキノコとかもやばいんでしょあれ。あんまり、ちゃんと調べて食べないと結構毒キノコあるって聞いて、ね。ありますね。結構人死ぬじゃないですか。そうそう、やられるんですよね。死ぬのになんで食べるんやと思いません、ね、毒キノコとか。ね。単純に、色は結構ね、毒キノコの色ってどぎついですけどね。ね、明らかに危険な色してるけど。そう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 。やっぱり食べちゃうんですよね、あれのね。でなんかね、おじいちゃんおばあちゃんが、沖縄では少ないですけど、本土ではこの山菜取りに行ってね。ああ、行くね。僕も連れてゼンマイとか取りに行きました。一緒におばあちゃんと。あれ、遭難する確率はあるのに、奥に言って。あ行くね。ねえ、みんな消えるじゃないですか、山奥に。消えるけどね。あれ、ちなみにね、沖縄で山菜取りが流行らない理由って知ってます？ハブ。ハブもあるし、あと、山行ったら米軍基地の射撃場があるとか、あともう一つの理由が、これ大学の先生言ってましたけど、毒キノコが多い。あ、そういうこと。らしいです。へぇー。ほとんどその植木鉢とかに生えてるキノコは毒キノコが多いですよ。あ、そうなんですか。痺れだけかとか言ってましたけどね。ああ、なるほどね。それでみんなあれ。まあ、まあみんな沖縄人は釣り行くからね。そう。キノコあんまり食べないし。キノコ食べない。むやみ食べなくていいですけど。椎茸もあんまり食べないですよね、沖縄の人。入ってくるの遅かったから。米軍の射撃場ってリアルですよね。ちょっとね。あれ、高速で知らないですか？走ってて、なんか流れ玉注意みたいな。そうそうそう。あるでしょ、注意しようないよねって。どっちかって撃つ方が注意しろよっていう気がする。いつも思う。僕ら車で動くだけやな。動くだけやからね。俺ら注意しようないと思うんですけどね。ハブより怖い流れ玉って。なるほどね。気をつけてください。はい。今夜の相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。 YouTube のチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中、詳しくは概要欄まで。